警察庁の特別防犯対策官を務める俳優の杉良太郎さんが特殊詐欺の被害撲滅を訴えました。今回お披露目されたのは杉さんの等身大パネル。 ATM の前で携帯電話は禁止です。一生懸命睨みを聞かせて一人でも被害者をなくす。愛知の特殊詐欺の認知件数は去年は874件とおととしの 1.5 倍、被害総額はおよそ3億円も増えていて、多くの高齢者が被害に遭っています。